演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、まあ、みんなにね、卵チケットと呼んでね、みんなにですと、卵です。こちらもそうですね、なんかおかずは寿司屋にもありそうなものばっかりですが、ね、お弁当を求めたちってことなのかな。まあ、それはそれで美味しそうですね。では、では、いただきまーす。いなり寿司の方は噛んだ瞬間に揚げの旨味が口の中にブワッと広がってご飯にもよく染み込んでとても美味しかったです。卵寿司の方も卵がふわふわで美味しかったです。あとのおかずもそれぞれ美味しかったですが、欲を言うなら中に入っているのはケチャップではなく醤油だったら良かったのになと思って思いました。醤油ならお寿司にも合いますし ね、なのでおかずをお醤油なのに変えた方がいいのかなと思ってしまいましたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。